なんと恐ろしいことにセブンイレブンでラーメンサラダの中にもおにぎりと同様ゴキブリが入ってるっていう動画が、まあ、ツイッターの方で結構拡散されてますね結局でも報道されなかったですよねおにぎりの件でこれも報道されずに、まあ、ネットの中の話題として終わりますねおかしいよねこれがさセブンじゃなくてさもう気持ちさ 小さい規模の会社で、まあ、みんなが、ね、知っているような会社お店であのテレビ局と契約してない会社店舗 CM 流してないところならしっかりさニュースや新聞で報道されてそこの会社なりお店がものすごい大ダメージを受けるわけじゃないですか。 もうそのゴキブリのイメージつけられたゴキブリのお店みたいなレッテルを貼られてしまってすごいね今のビッグモーター状態になるわけですよね簡単に言うとでも7は守られてるってねこれおかしいよね結局この強いものが守られて弱いものが叩かれるってねなんか学校のさあのスクールカーストじゃないんだからさ社会がこんなんでいいんですかってマジで思うけどね平等じゃねえんだもん 昔はね、なんか出し元とかさあの、今でこそね、ジャニーズの件で、まあ、グイグイ報道してるのが当たり前だけど、あのタブーの中でこれは平等じゃないって言ってさ、グイグイ言ってたんだよ。そういうね、なんか、人が出てきてもいいんだけどね、もっと力のある人っつうかさ、拡散力ある人でさ、みんなね、こういう時だけさ、セブンにとがめられてしまうってことは、結局はその、 テレビとか仕事もね減るからっていう計算があるからインフルエンサーねもうセブンに対してさ批判しないじゃないですか触れないなんか嫌な世の中だなって僕は思うんですよね不平等じゃん本当あれだよね大企業はさどんどん強くなってイオンみたいなところが強くなって商店街がね閉店からから象徴してるよねって僕は思いましたではどうもありがとうございました岸田しっかりしろちゃんと 叫げんな岸田って話です結局岸田が自民党が悪いんですよ、これは。